4回転半ばに挑んだ羽生血源を中国メディア絶賛、傷だらけで戦場に臨み、極限に挑戦した。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 北京五輪のフィギュアスケートは、10日、男子フリーが行われ、ショートプログラム、SP8 位の羽生結弦、オナ、888.06点、合計283.21点で4位入賞した。四回転アクセルに挑んだが、点灯。94年ぶりの五輪三連覇はならなかった。しかし、勇敢な挑戦を中国メディア続々速報し、称賛している。 中国メディア、極限に挑戦することを少しの揺らぎもなく選択した、北京五輪のフィギュアスケートは、10日、男子フリーが行われ、ショートプログラム、SP8 位の羽生結弦、オナ、888.06点、合計283.21点で4位入賞した。4回転アクセルに挑んだが、転倒。94年ぶりの五輪3連覇はならなかった。 しかし、勇敢な挑戦を中国メディア続々速報し、称賛している。羽生は冒頭で四回転アクセルに挑戦。前向きに踏み切り、高々と飛び上がったが、着氷で転倒した。ただ、最低表上では愛数公認大会で初めて四回転アクセルとして扱われた。羽生が歴史に名を刻んだ証明でもあった。中国にも多くのファンを持つ羽生。 地元メディアも賞賛の声を上げた。北京日報は 4A、4回転アクセルは、は難度が最も高いジャンプで、正式な試合ではまだ誰も成功させたことがない。しかし、羽生は 4A を自らの使命だと考え、冬季五輪で自らに挑戦すること、極限に挑戦することを少しの揺らぎもなく選択した、と挑戦を唱えた。 傷だらけで戦場に望み勇気を持って挑み望み叶わずに戦場を去ることになったとは、いえ羽生結弦は自分に挑戦した。結果がどうであったかはすでに最も重要なことではない。自分に挑み、極限を突破する。羽生が私たちに見せてくれたのは、真のスポーツの精神、真のオリンピック精神だ。また、後廃新聞は、4A の失敗が何だ 羽生血弦に対する熱い気持ちは変わらない。美に対する意識は国を分かたない。と、四回転アクセルの失敗ではなく、四回転アクセルの挑戦を選んだことを賞賛。開催国のファン、メディアも魅了する4分間だった。ザ・アンサー編集部。羽生血弦プロフィール宮城県出身。 2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック二連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。